皆さんこんにちは、内田時夫です。今年も6月になりました、今年はね、新型コロナウイルスの問題で振り回されている感じがありますけども、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。私のね、初のベスト版 CD 付きの楽譜集、内田時夫フィンガースタイルギターベスト、ここに入っている曲をね、練習する上でのヒントをご紹介するこのシリーズ、今回7回目になります。今回はですね、ロンリーワンを取り上げてみたいと思います。このロンリーワンという曲は全日本プロレスのレジェンド淵正信さんに捧げて作った曲です。今66歳の淵さんですけども、未だ現役で、プロレスだけじゃなくてね、お酒もめっぽう強くて、一緒に飲みに行くとね、私もついついこう酒の量でこう挑んでしまうんですけども、いつも帰るうちに会ってね、何回も偉い目に遭ってます。そんなね、愛すべき淵さんなんですけどね、この曲はですね、戦う男の哀愁と優しさをテーマにして作りました。あとですね、この曲はですね、 NHK ラジオ第一で、6年間にわたってね、オンエアされてた精神科医の加山里香さんのね、番組、加山里香の心の美容液、この番組のテーマ曲としても使ってもらいました。そちらで聞いてね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。レギュラーチューニングでカポタスと2フレットにつけて E のキーで弾きます。では見ていきましょう。はい、では A1 パートから見ていきましょう。出だしのこのフォームで、2小節目でポジションが変わって、ここはですね、実はこういう、G♭7、このコードなんですけど、最初からこれを押さえるよりも、まずは人差し指、中指、小指で押さえて、1弦の開放を弾いている間にポジションを移した方がスムーズにいきます。で、最後のこのコード、私は親指使うのが好きでこう押さえますけど、親指使いたくない方はバレーコード使っても構わないです。で、3小節目は上の4本を人差し指で押さえて、で、タブ札を見るとね、中指がハンマリングしたくなるんですけど、ここは薬指で、そうすることによって余ってる中指と小指が、加わると次のコードフォームにスムーズにチェンジできるんですね。で、この人差し指中指が一つ上がって、で、次の F♭7、これもグリップフォームで押さえますけど、バレエで代用することもできます。で、今押さえている3弦の3フレットのこの中指、これが、8フレットに移動します。そして次のコード、これもグリップが、やりたくない方はバレエでやることもできます。そして次で、ベースを1回だけ弾いて、上は単音、一番最後の音、4弦の2フレットは単音で書いてありますけど、ここで E コードを押さえてください。そう押さえることで、次のコード、人差し指と中指をそのまま移動させることができるんですね。これ単音で押さえるとパッと移動するの意外と難しいです。E を押さえて、これで移動。この辺は、今出てきたフィンガリングと一緒ですね。で、次、この今押さえている3弦の6フレットを押さえている薬指がガイドになって、次の、これもグリップの代わりにバレーコードにすることもできます。一番最後の6弦の1フレット、これも私は親指を使いますけど、親指使いたくない方はここは中指がいくといいですね。この人差し指がいくとね、この4弦の1フレットの音はちょっと残しておきたい音なんです。こういくか、はい、続いて B1 パート、B1 パートに行く前にね、 A1 パートの一番最後、ここに中指を持ってきます。6弦の6フレット、これはね、本当は理想はですね、親指やりたいんですけど、かなり手の大きい人でもこう6弦の6フレットを押さえると1弦触っちゃうと思うんですね。中
いモードです。そしてここから B1 パート5弦の開放を弾いて、この一番最後の4弦の2フレットは人差し指じゃなくて中指にしてください。そうすることで次のこの A7 のフォームに結びつけることができるんですね。中指、この69ページの一番下の段の一番右の小節、ここはね、いろんなフィンガリングできるんですけど、私はですね、4弦が人差し指、2弦に中指、A7 をこう押さえて、まあ、こうやるのがね、一番動きが少なくて済むんです。こうやると、やっぱり動きが大きくなる。なるべく動きが少ない方がミスが少なくなります。で、70ページに入って、で、この、音ですけども、CD では一番最後、6弦の4フレット弾いてるんですけどね、最近はですね、ここ、6弦の3フレットを使うようにしてます。まあ、その方がね、次の F シャープ7にベースが半音でつながって綺麗かなと思って、でも、4フレット使ってもらっても間違いじゃないです。そして、3小節目で F シャープ7。まあ、これも、バレエでやることも可能です。はい、続いて A2 パート。このパートはね、 A1 パートのバリエーションです。コード進行も同じ、最初のフォームがね、こういう形、中指薬指が4弦3弦の6フレット、小指が2弦の、7フレットですね。まあ、厳密にコードネームつけるとね、 E6 のアドナインスって形ですね。まあ、オープンハイコードになってます。で、残ってる人差し指が1弦に加わることでメロディアスなサウンドを作ります。そして今押さえている小指がここに残したまま次のフォーム、まあ、これはもう A1 パートにも出てきた同じ流れですね。1弦と3弦の6度ハーモニーで C シャープ7、この6弦の3フレットは親指を使います。で、親指使いたくない方は、まあ、中指がいくしかないですかね。まあ、親指使うにしてもね、問題は親指加えても1弦の開放が鳴るかどうか確認しておいてください。そして F シャープで、ここから70ページに入りました。で、小指がスライドして、ちょうど開放弦の時にポジションを取ります。開放弦の時に、で、この人差し指の中指が1つ下がって、これもうすでに出てきた動きですね。まあ、この辺はもうリピートになってます。はい、もう一パート B2 パートですね。まあ、ここはですね、 B1 パートのバリエーション、コード進行も同じです。まず、6度ハーモニー、この中指が、ガイドに、この辺のね、ポジションはね、この A7 っていうのはこの F フォームがあった A7 の一部。これは D7 の形の A7 ですね。それをつなげてる。で、開放弦でポジションを移って。で、また6度ハーモニーの移動。この、72ページのね、1段目の2小節目。これはB1 パートでも説明したみたいにね、フィンガリングをね、こっちじゃなくて、中指と薬指にした方が、動きが、まあ、少なくて済みます。まあ、もちろんね、こうやっても間違いじゃないんだけど、まあ、この方がスムーズにいくと思います。で、今回は上の方の8フレット、9フレットのダブルストップ。あとはね、もう B1 パートと同じ。で、この後また
た A1 パートに戻って一回弾いて、最後エンディングはですね、まあ、ここをね繰り返していきます。で、一番最後はですね、今度は小指と薬指が7フレットにスライドしてディミニッシュします。で、この時の3弦の、7フレットを押さえている薬指が、これが手がかりになって F シャープ9で、最後は E ナイスで終わり。はい、いかがでしたでしょうか。最後でね、いきなし衣替えしててちょっとびっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんけど、先ほどまで撮ってからね気づいたんです。この動画ね、フチさんの T シャツ着てやらよかったなと思って、まあだからせっかくなんでね、最後だけでもちょっと衣替えしてみました。まあ、あのフチさんの T シャツもいろいろ持ってるんですけど、その中の一つです。ここにね、似顔絵が書いてあって、でここにサインしてもらってるんですけど、ちょっと見にくいかもわかんないです。で、背中にね、立派なデザインがあって、はい、こんな T シャツを着てみました。このロンリーワンって曲はね、私の YouTube チャンネル、時を打ちたチャンネルの中にね、通して弾いてるあの映像もあるんで、そちらも参考にしてみてください。それでフィンガースタイルギターベスト、これ24曲も入ってるんでね、まあ、今回7回目だから、まだまだいろんなタイプの曲があります。次は何をご紹介しようかまだ決めてませんけどね、楽しみにお待ちください。で、緊急事態宣言がね解除されて、まあ、徐々にね皆さんも行動の範囲を広げようと思われてると思うんですけど、私なんかね、早く飲み歩きたいんですよ。まあでもね、まだまだちょっと気をつけなきゃいけないところがあってね、皆さんも慎重に動いてください。では、次回までお元気で。